今回紹介するのは「捨てる」引き算する勇気という本です。副タイトルが「秀逸ものでも仕事でも捨てればいいことはわかっているけど」「捨てられない」というのが本音よくある「捨てる本」は「捨てられる人が書いているのでそうは言っても」となる私も捨てられないタイプなので結局実行に移せなかったこの本は 捨てることは勇気だというビジネスマンはプラスの評価を目指しますが引き算での解決法があるというのは目から鱗そんな意味では副タイトルが秀逸この本を読んで何かを捨てても後悔や不全感が残りません後書きには捨てるでなく出すと表現されていてネタバレになるので言いませんがここで示されている2つのものの 出し方は「確かににビジネスの本質につながっています。立ち読み」でも最後の1ページを読めば大きな気づきがあります著者は主婦のカリスマと言われているそうですがこの本に限ってはビジネスマン特に男性かなり役立つと思います「超実践的」「余計な仕事がどんどん減らせる」「断捨離」のビジネス版がついに登場。 本書で言っているることとと、を簡単にまとめると次のようなことにななります。余計なものを減らす空間に余白を作る余計なことを減らす時間に余裕を作る余計な人付き合いを減らす人間関係の負担を軽減空間時間人間の3つの間を自分でコントロールすることで余力が生まれその結果より重要な仕事に集中でき 成果を上げられるるよううになとということですもちろんそのための具体的なアクションについても解説されています例えば書類は時間軸と要不要を基準にするつまりすでに使用済み過去使用中現在これから使う未来の3分類して使用中現在に集中するということですまた これまでの断捨離本では触れられていなかった時間術についても手帳を使ってどのようにスケジュールを書き込むなどのノウハウを時間の総量規制として紹介されていますこれまでの断捨離本同様このビジネス版もすぐに使える実践的なノウハウ考え方が満載ですいつも忙しい、いつつもも。忙し 疲れているビジネスパーソンの方にぜひともおすすめしたい一冊です。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。